皆さん、ツッコミこんにちは。どうもどうも。昨日ね、冒険してきました。警察との冒険してきましたよ、みんな。まあ冒険という方で警察に捕まったんですけど、ね、いろいろ大変でしたよ、昨日。昨日はバケツを持って渋谷に行って、夜の9時に路上ライブしました。まあ駅の周りがちょっと混んでるし、すぐ警察来るし、ちょっと渋谷のモディの方に、ちょっと離れたとこ、に行ってバケツ叩いてた。で、ファンたち10人ぐらい、10人以上も来てくれて、それプラスもう絶好調で叩き出したら、他の周りの人たちがすぐ集まって、結構いい感じに盛り上がってた。みんなで、みんな立ち止まってるから、もちろん道路がちょっと混むんで、後ろの人がちょっと通りにくくなるけど、まあ一回ぐらいね、みんなちょっと後ろに人が通れるように、ちょっともうちょっと寄ってくださいみたいに言ったんだけど、まあまた叩き出したらすぐにまた集まるから、もういちいちそれを言うのを諦めて普通にドラム叩いてた。それでいい感じに盛り上がってたんだけど、途中でね、警察来ちゃいました。苦情が入って、多分苦情の理由わからないけど、多分音というよりね、通れなかったという理由で苦情が入った。そしていきなりもう まずみんなバーって、ファンたちも他の見てくれてる人たちもバーって、周りにたくさんの人がいる状態で、もういきなり5人ぐらいの警察が来て、もうめっちゃ強盗の近くまで来て、なんかここダメですよ、路上ライブしちゃダメですよみたいな言われて、あ、分かりました、ごめんなさいって謝って、それで警察に身分証明書見せてくださいって言われて、俺さ、まあ日本にいる時はもう警察とか、まあ日本では認められる身分証明書はパスポートだけで、でもパスポートをずっと1日持ち歩いてるのがちょっと危険だなと思って、なんかなくなったらめっちゃ大変だから、普段持って歩いたりはしてない。だから昨日はまあ海外の運転免許証とか持ってたんだけど、パスポートなくて、でなんか警察にめっちゃ、なんか外国人は日本にいる間になんかずっとパスポート持ち歩いてないとダメですよみたいに言われて、でもそれでゴードは、いやでも入国した時に絶対パスポートどこに行っても何をしても持ってないとダメって言われてないから、今日は持ってきてないんですよって説明したら、なんか警察5人もめっちゃ近くで、めっちゃ近くまで来て、その中3人全然話の分かる周りさんで全然良かったんだけど、その中もう2人の、まあ、お兄さんとおじさんの警察官なんかめっちゃ喧嘩売りに来たって態度で、で後ろのおじさんが、お前は何を言われるとか、うちらの したことか、これジャパニーズルールだから、日本にいる間にジャパニーズの法律守るよみたいな、いきなりどう怒って、まあもちろんこれからまあ普通にパスポートをね身につけて出かけるつもりなんだけど、今日持ってきてない理由を説明しただけで、もう何そんなに怒ってる、もう言われてないからやってないじゃんで今、警察さんに言わパスポートをいつも持ってないとダメですよって今言われたから、これからそうしますって伝えようとしてるだけなんですよ。なんだろうね、3人は全然なんか話が早い人たちだったんだけど、2人の周りさんがもう警察のは全然向いてない、こんなちっぽけなことで向きになって怒るとかさ、絶対向いてないこの職業と思って、で隣の右側になんか若くして警察のお兄さんがいて、彼はずっとなんか強盗を脅かすようにビビらせるように、なんかずっと胸張って こんな感じで、ああみたいな、ああみたいな感じで、で強盗、いやまず俺の方が背が高いからね、胸張ってもうこうなんか自分を膨らませるようにしても、俺の方は背が高いから、その上に俺全然ビビってないし、俺喧嘩したくないからね。でもずっと隣でおおおこんな感じ で途中でなんか強盗がなんかビビらない、なんか何をしても強盗は引かないし、なんかビビらないって気づいて普通になったんだけど、あの兄さん面白かった。でもうこの間もずっと周りの人たちなんか見て、何が起きてるんだなだろうなと思って、そしてまあパスポート持ってなかったけど、携帯にはパスポートの写真があるから、
もうその写真見せれば話進むと思ってた。なんかさ、写真見せてそのパスポートの番号もあるし、なんかね、iPad とか何聞いてパパパって情報入れて、ね、ゴードの情報とか入国とか今のビザのあの状況出てくると思ってたんだけど、そういうのがないらしい、日本は。それだったら話が早かったけどね。あのこの写真見せて入れて、あ、偽物じゃないね、ちゃんとこの情報はデータベースに入ってますよってなったら話が早いけど、写真じゃダメって言われて、板橋区の家にパスポートあるけどどうしますかみたいな聞いて、とりあえず警察署に連れて行きますって言われて、おーおーおお、分かった分かった。それで最初はあの渋谷の方の交番のこと言ってるかと思って歩いていくと思ってたんだけど、もうすぐパトカー来ますんでそれを乗って行きますみたいに言われて、え、駅の方じゃないの？いやいやいや、渋谷区警察署に連れて行きますよみんな言われて、おーおー、クラウン乗れるかと思って、でパトカー来たらクラウンじゃなくてあのスバルだったね。あ、クラウンじゃなくてスバルかよみたいなこと言ったら警察は何も言わなかったんですそしてもうパトカー来て、でバケツ結構荷物大きいじゃん。パトカーのトランクには多分は荷物があるからバケツそこ入れないんで、でパトカーは警察の4人とゴードでもう5人乗りだ、あのセダンで、だからもうギュギュに乗って、その上に後ろでバケツ警察官の上の膝の上に乗せた。でゴードは警察と警察に挟まれて、その上になんかゴードのバケツがありますみたいな感じでギュギュと挟まって、車に乗ってあの警察署に行った。でちょっと面白かった、なんか警察周りさんかわいそうだなと思って、もうなんか警察官になりたかったけど、なんでこんな気まずいあの場面に出会わなくちゃいけないんだろうなと思って、なんか外人とギュギュってなんか車に乗って、外人の荷物があんま膝の上でなんか誰も話さない、誰も喋れない、ずっとクラウンじゃなくてスバルの奥席に座って沈黙それは面白かった、俺も笑っちゃうとこだったね。そして警察署に行って、なんかドアが開いて地下の駐車場に行って、で警察署にエレベーターで上がって、なんか警察署のちょっと偉い人、まあ警察あの渋谷区の警察署長とかね、分からないけど偉いおじさんがね、で警察署入って、警察のおじさんが出てきて、日本語喋れるよねみたいなこと言われて、あ、全然喋れますよって言って、おー、めっちゃうまいですねみたいな言われて、あ、ありがとうございますそしてその警察のおじさんが、なんか有名人ですよね、なんかドラムこれやってるよね、ドラムやってるよね、なんか YouTube で再生回数な何十万人とか、なんか何百万人とかなってるよね、有名人だよねみたいに言われて、なんかノリノリだったし、それでその警察のおじさんは、まあ路上ライブしたことに関してはもう私たち警察は忠告しました、もうやらないでくださいということで話が終わりですと言われて、まあ路上ライブのことはもういいから、ただパスポートがないからちょっとそれ確認しなくちゃいけないと言われて、もうこの時点でちゃんと入国したかと、あのちゃんとビザもらって入国してるのか、あのね、確認しなくちゃいけないということになって、もう仕方ないからパトカーで家まで連れて行きますって言われて、家に連れて行ってパスポートを見せてもらえればもう OK って言われて、ああ分かりました。でなんか他のもう廊下に立って話してたんだけど、警察6、7人ぐらいいて、その中でみんな、あ、そうか、YouTuber なんですかみたいな、みんな話してて、それでゴードは、いやいや、まあ YouTuber は、なんか、結構、警察など人に迷惑かける存在なんで、もう今回もすいませんでした、みたいな言ったら、みんな笑ってくれたし、なんか全然、多分その、あの、路上で、あの、5人の中の2人の、なんか全然、ちょっと態度悪い。二人の警察官もいなくなってからもう全然楽しくなって、家まで連れてってくれるし、なんか電車乗らなくてあの帰れるのは嬉しいことだったし、じゃあお願いします、家まですすいませんねみたいな言って、それでまた地下に行って、また違う警察のお兄さんと警察のおばさん、お姉さん、おばさん、警察のおばさんも出てきて、二人にまた違う車に連れて行かれて、トランクにバケツ入れて車に乗って住所を教えて、もう警察署から出て行きました。
そして警察署を出るときにゴードは後ろの席からちょっとこんな面倒なことさせてごめんなさいねって言ったら、あの運転してるの警察の兄さんは、あ、いや全然、いや全然じゃないんだけど、まあまあまあみたいな、あの一瞬素が出たんだけどね、なんか日本人らしいとこ出ちゃったよなと思った。なんかまあ一瞬全然いいよって言われて、なんかそして警察が、あ、いやいやいやだ、いやダメなんだけどねみたいな言い直したのが結構可愛かったこいつ可愛いなと思ってそれでなんかもう渋谷区から板橋区まで40分かかったからね。その間ずっとそのおばさんとお兄さんとなんか話しとって、なんか昔日本に来てなんか岐阜に住んでました、なんかワーホリビザで来て、その後に学生ビザに来て、そして最近はオーストラリアで活動頑張ってるし、でこれからまあ日本で仕事できたらしたいしという話しとって、で途中でなんかお兄さんが、渋谷とかでクラブ行きますか、結構行くんでしょみたいな言われて、いや俺全然行かないんですけど、あのクラブもともと興味ないし、今彼女いるしさ、なんかそんなクラブ行って遊ぶないですよ。でそれでお警察のお兄さんが、でもモテるでしょ、日本語喋れるしね、あのクラブ行ったら絶対モテるじゃんみたいに言われたら、いやいやでもまあね、最終的には彼女は一人の人になるから、それ以上モテてもモテなくても関係ないんじゃないですかって言ったら、あの隣の警察のおばさんが、いい男ですねみたいな言ってきてさいやいや、まあ、あの警察に捕まってるなおなんですけど、そこまでいい男だって言い切れるんでしょうかねみたいなあの答えさそれからなんかそう、警察のお兄さんはなんか何を検索すれば YouTube に出てくるんですかみたいな、まあバケツドラムとかで検索すれば出てくると思いますで、それでお兄さんはじゃあ Wi-Fi 環境にあの戻ったらちょっと調べてみますねって言ってくれて、それでゴードは、まあ、ここは全然応援してくださいとか、なんかよろしくねとかなんか言いたいところなんですけど、まあちょっと警察に捕まってちょっと今はちょっと言いにくいところなんですよね、でも一応応援お願いしますみたいなみたいなこと言いました。まあ楽しかったね、車も楽しくて、もう電車よりいいよ。俺毎回渋谷とか行くときにさ、もう誰か車に乗せてよ。でもちょっとまあ警察も優しくて、とりあえずパスポートね、ちゃんと持ってるかどうか確認したいだけでもうこんなことになったし、結局関わってきた警察10人ぐらいも行ったし、車で家まで送ってもらったし、途中でなんかちょっと申し訳ない気持ちになった。もう人の税金で動いてるわけじゃん警察だけど、俺のせいで俺がパスポート持ってきてなかっただけで、もうこんなに人の税金が無駄になったっていう、なんかもう車も出してもらったし、多分そのガス代もかかるし、もう40分もかかるね、板橋区まで。なんかもう日本人のみんなの税金をちょっと無駄遣いしてますよねみたいな気持ちになって、それはちょっと申し訳なかった。そしてもうこの家まで来て、立ってゴード履いてパスポートを出して入って、あの警察に渡して写真撮って確認して、あ、じゃあ大丈夫ねみたいな感じで終わったんです、その話。まあそれはゴードの警察署での大冒険。まあそれとあのなんかバケツまだ出したままで警察と話してると、あ、この人は路上ライブでちょっと止められただけって話になるんだけど、バケツ片付けてもうパトカーに乗せられるとこさ、見られたらさ、ゴードのこと知らなくて、ただ通りかかってる人たちはそれを見てなんかやばい外国人が捕まってねって思われるよね。この外国人絶対やばいことしてたねって思われるよねと思いながらパトカーに入った。もう誰かもうそのゴードがパトカーに入る瞬間の写真撮ってツイッターに上げてほしかった、面白くてやばいこの外人捕まったぜみたいな感じ。これでもう渋谷の警察、あの2人の喧嘩しに来た警察のお兄さん2人以外はみんな優しくていい人たちだったから、もうねしばらく渋谷で路上ライブしたくないよね。だから次は多分池袋でやってみる。あー、なんか逆に警察はちょっとあのみんな性格悪かったら全然また渋谷で路上ライブしたくなるけど、優しくしてくれたから俺またそこで路上ライブしたらなんか裏切ってるような気持ちになるからね、しばらく渋谷はなやめとこう。そしてゴードは最後にパトカーに乗せられて連れて行かれたところまでちょっと待ってくれたファンたちも本当にありがとうございます。その上にちょっと心配をかけてすいませんでしたな。もう全然怒られてなかったし、なんかちょっとパスポート確認したいだけですみたいな感じで終わったんだから全然大丈夫でした。
心配させたね。悪かった、どうも。それでこれからまあ しばらく渋谷ではちょっと路上ライブしたくないですね。あの来週ちょっと池袋でやってみようか。まあ渋谷の方がな、広くて音の響きがいいから好きなんだけどね。残念。まあそれは警察との冒険でした。皆さんまたね。それで警察に身分名所名でそれで警察に身分身分ブブブブだ。はい。それで警察に、それで警察に身分それで警察